明治維新の少し前、悪蔵は貿易商であった父親に連れられ英国へと渡りました。幼い拓蔵がそこで見たのは、黒い煙を吐き見たこともない速さで走る巨大な乗り物でした。鉄馬車。父親や周りの大人がそう呼んだその乗り物に拓蔵は夢中になり、英国に滞在した間一日も欠かさず朝から晩までそれを眺めていたのでございました。その後赤町へと戻り、すっかり大人になった拓蔵の胸に募った思いはただ一つ、赤町に鉄道を作りたい。拓蔵と鉄橋。